ユベントス4、レースポール、イタリア杯準々決勝、イタリア杯、パイタリア準々決勝、ユベントス対スポールの試合、現地時間27日に行われた。ユベントスが4、0の勝ちを収めている。今シーズンのセリエ A はダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施、16分、ペナルティエリア内でスポールのフランチェスコ・ビカリが、ユベントスのアドリアン・ラビを倒したことで、ユベントスに PK のチャンスが得られた。この PK をアルバロ・モラタが決めて、ベントスに先制点が入る。さらに33分、デアン・ルゼフスキが、ゴール前に折り返したボール、ジャンルカ・フラボッタが合わせて、追加点。79、には、前線で、フェデリコ・キエーザがボール、奪ってからのショートカウンターから来る、フスキが得点し3点差に。後半アディショナル、イムにはキエーザが得点し、ユベントスが4、0、勝利を収めている。この結果、ユベントスが、決勝進出を果たした。得点者、16分1、0も、ラタ、ユベントス33分2、レイ・フラボッタ、ユベントス79分3、レイ・クルゼフスキ、ユベントス90分4部4、レイ・キエーザ、ユベントス、両。